皆さんこんにちは、リオナリとはシゲシゲです。はい、というわけで今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けたいと思います。今日仕掛けるドッキリなんですけど、先日村井さんが渦祭りっていうイベントに出たんですよ、はい、でそこで村井さんじゃんけん大会のレフェリーをやってて、はいはい、すっげえ声出してやってたわけ、うん、でも喉ガラガラだった、うん、であれから1日経ったんですけど、まだ声喉枯れてると、はいはい、なんで直してあげたいと思って、直してあげたい、なんかないかなと思ったんです、うん、そしたら村井さんっていつも喉スプレーを使ってるんですよ。これちょっと村井さんもあのカバンの中拝借したんですけど、ちょっと持ってみ、中身もうなくなりそうなの。あ、もうないわ。なんで全く同じ新しいやつ買ってきたいです。優しい。でね、これもねプレゼントしてあげたいんですけど、はい、もうせっかくだから、うん、ドッキリしたいなと思って、うんうん、この喉スプレーの中身をですねレモン汁に変えたいと思います。むせるでしょう。いやでもレモンって殺菌効果があって、ありますね、喉にいいんだって。まあ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 いいって言われてますけど、ね、でさすがにレモン汁だけだと、まあ、ちょっとむせたりするし、刺激が強い、刺激強いから、こちら蜂蜜も持ってきました。でこれで蜂蜜レモンを作ってこれの中身入れ替えて村井さんのカバンの中にスッて戻しておこうかな。ああなるほど、一緒。これ優しいドッキリですね。で今回のドッキリどうやって仕掛けるかっていうと、村井さんのね席にカメラを仕掛けようと思ったんですけど、うん、多分使わないんですよね。あんまりね会社内でノードスプレー使ってると見たことないんですよ、うん、どうにかして使わせたいなと思って別のノードスプレー。なるほどなるほど。でこれをしげしげのおすすめのノードスプレーだって言って、はいはい、キラガナパンクっていうねゆるい動画を上げるチャンネルがあるんですよ、うん、そこで最近動画あんまりこのチャンネル上げてないから、うん、こういうのも上げていこうっつって試させるんですよ、うん、で村井さんはおそらくもうその時点で多分ドッキリだと疑うと思うんですけど、これに入ってると思うわけですよ。やるじゃないですか、はい、あ普通だ普通だ、あじゃあドッキリじゃないんだ、でもうそこで安心するわけですよ、うん、でどっちが効くか、うん、村井さんの持ってきてくださいって言って、はいはい、こっそりそのレモン汁に変えてたこれを持ってこさせてプシュッてやった瞬間に蜂蜜レモンパン完璧。ちょっとシミュレーションしてみましょうか。はい、村井さん今回は緩い企画なんですけど、うん、ひらがなパンクってことで、うん、喉枯れてますね。そうなんだよ、喉が喉枯れてるんです。先日ねやっちゃってねと思ってこちらしげしげおすすめの喉スプレー、おおありがとう、これぜひ使ってみてください。プシュッ、あーなかなかいいんじゃないか。うん、いいでしょ。村井さんって喉スプレーどんな使ってるんですか。確かちょっと待って、私はいつもこれだ。あ、それいつもどんな感じで使ってるんですか。え、これか、これは普通に喉に、あーててれー完璧だ、完璧だと思います。というわけで今からレモン汁喉スプレー作っていきたいと思います。さあ、行くぞ。こちら、もうほぼね、空だったので中身を一旦洗ってきました、うん、うわ、すげえ、入れすぎ注意。こんな感じで、え、めっちゃいい匂いだ。あー、蜂蜜レモンの匂い。でしょうね。でしょう、ね、やってないもん、なんかお湯とかで。美味しい。美味しい、本当に美味しい。美味しい、それは美味しい。あ、いいんじゃないですか。取るのかな、そもそも。ちょっと試してみて。うん、よく振ってね。じゃあちょっと。失礼して。ちょっと喉に入れるとさすがにあれ。いや、喉に入れましょう。喉に入れ。あ、じゃあ先端に喉スプレー残ってた。あ、レモン、レモン汁来た来た。あ、いや、え、おいしいよ。え、美味しい、これ。あれ、これワンチャン気づかないのまであるかも。そうだ。ちょっとさすがに衛生的にある。拭いて。よし、これで。バチ。無声喉スプレーの完成です。こちらを使って今からドッキリ仕掛けていきたいと思います。さあ、行くぞ。今からこの辺に村井さんを呼び出します。今村井さん仕事してます。喉スプレーと入れ替える隙がなかったんで。出して、あ、ちょっと待ってくださいっつって忘れた忘れたっつってカバンを持ってくるふりをして村井さんのカバンの中にノートスプレーを入れます。いやす、村井さん、もうすぐ出ちゃったぞ。もうあと5分ぐらい、ちょっと一瞬、今もう3分ぐらいで終わるの、いいっすな。皆さん、こんにちは、リオナリとマックスフル。最近ひらがなファンクにあんまり動画上がってなかったんで、はい、ちょっと撮ろうかなと思って。村井さん、あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください。何、忘れ物がね、物がね、最初からいくか。皆さんこんにちは、リオナリマックスブレド。はい、というわけで今日なんですけど、ひらがなアップバンクにね、あんまり最近動画上げてなかったということで、ゆるい動画1本上げたいなと。はい、パーン、こちらノードスプレーバンク。
コーン。村井さんの喉が先日あの渦祭っていうねイベントに村井さん出て、うん、喉ちょっとやっちゃったんで、やっちゃいましたね。っていうことで今回これしげしげプレゼンツの効く喉スプレーということで、あ、じゃあ効きます。オレンジの初めて見た。でこれをあげるっていう。あ、ありがとうございます、はい、で使ってみてくださいっていう動画です。初めて見ました。すごい、キャップがいい。これしかないからね、普通は。確かに、うん、すごい、カバンに入れても漏れることがない。普通に使えばいいですか。いただきます、ありがとうございます。めっちゃ押す。最初出ないんだよね、なかなか。どうすか、どうすか。いいんじゃないですか、聞きますよ。おー、よかった、いいね。私結構このタイプ、この類のものすげえいろんな種類買ってるんですけど、村井さんってどんなの。パープルショットってやつが自分の中では一番。せっかくなんだから、持ってきた。もう持っていきましょうか。パープルショット、パープルショット、パープルショット、パープルだ、あ、本当だ。はい、もう名前もそのまんまパープルショット。そのいろんなものを試した中で私はこれが一番良かった。味の違いとかあるんですかね。正解はポッカレモンです。ただのポッカレモンであります。喉に優しい蜂蜜混ぜのポッカレモン。なんでカバンにポッカレモン入れたかったの。はい、というわけでもうドッキリ大成功。いや、びっくりするぐらいうまくいった、うん、想定、完全に想定通り。これの素晴らしさにね、ちょっと感動しましたよ。2人を2外国やるね。村井さんです、そちらのプレゼント。ありがとうございます。さらにこちらも新品、新品、新品、新品プレゼントします。なんで黒くないんだ。新品、絶対新品じゃないだろ。新品、新品、絶対新品じゃないだろ。じゃあ使ってみる。試しにやってくださいよ。うん、新品だ。ちなみにそれは別にシゲシゲもおすすめでもなんでもない。おい、おすすめを買ってください。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。このドッキリが面白いという方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他のドッキリ動画概要欄にリンクが入ってます。概要欄にね、他にもうちが出したアプリとか他のアブマク TV とかいろいろリンク入ってるんでぜひ見てください、はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。